ね。すごい食べ前と食べ俺前半行ってくればよかった。まあいいよ、行ってきてら。髪の毛とか気にしないで。もうちょっと。大丈夫だよ。したいよ。したい。あのカメラは大丈夫だ。マジで。いや大丈夫。あの位置だった。確かに仕事は聞くしたあー飛んでちゃうそうなんですよ横向くと飛ぶという目の水分があっという間にこう乾きますねこれ目の水分飛びますはい、じゃあ1回目いきまーすパパの時は泣かないんだパパの時は泣かないんだパパの時は泣かないんだパパ大丈夫だと思うあそこのネットの中から出るから大丈夫はい、1回目終わりました。ローテーションします。一番前の人、一番後ろ行きます。お子さん、しっかり 手すり捕まえててね。しっかりギューッとね。はい、行きます。はい、シリーズさん行きますよ。しっかり足踏ん張ってください。足踏ん張って。そう、足を前後してくださいね。しました。また一番前の人一番後ろ行きます。一番前の人一番後ろです。よだれたんじゃん。よだれたんじゃん。楽しいね。はい、三回目。風が強くなって息もして息はしていいんですよ。息止めてください。はい、行きます。できない。はい、終わります。めっちゃ顔が
しかし、一番前は結構長くなっちゃった。帰ってた。一番前めっちゃ痒いから。痒い。髪の毛が。あ、髪の毛がね。出血と風邪です。大丈夫ですか？髪型変わっちゃいました。で、本来だったらこの風に対して水がついて、その照明変わらないとバチャバチャ当たり痛いって言って、ちゃんと僕はカッパを準備しますから、今度は、ね、雨降ったらカッパを着て、ただカッパを着ても中途半端してると、ここの襟元から入って中で出て返した。夏場だったらちょっと濡れたっていうけど、冬場でね、寒いと思います。それまた機会があったら皆さんに来てもらって、はい、まずアマゾンのね、雨降り雨って言ってですね。で、今日体験しましたけど、風が吹いたら雨降るときは、もしかしたら、屋根、トタン屋根のトタンが飛んできたりと、看板が落ちて飛んでくる可能性がある。だそういうときは、外出ちゃダメなんですよね。で、ビニール傘が壊れちゃったら捨てる人がいっぱいいますよね。それがどこから飛んでくるかわからない。で、今日の風っていうのは、機械で作ったら真っ正面から来るけど、ね、外の方でビル風になったりして、こう、巻き込んだりするんで、まっすぐ正面から来る感じじゃないです。歩いてて、こっちから、どこから風が来て倒されちゃう。やっぱり、強い風、強い雨のときはね、3時間ぐらいすると大体ある程度違うところに移動していきます。それまで我慢して家の中にいることが大切ですね。無理して外出て買い物することもないと思う。で、あとはね、よくほらテレビで報道されてるのは、おじいちゃんおばあちゃんだけど田んぼ見に行っちゃったりする人、あんなの自分が行ったって田んぼ水止めることできないですね。何もできない。海行ったってね、海行ってで流されちゃったって話よく出てますね。外出ることはもう無駄なことなんですよね。自分自然に対してちっちゃい人間が何もできません。まず身を守る、これは最近の防災ってのは全部そうです。守るためには自分の判断で自分が隠れる。あとね、家なんかだったら今雨戸なんだけど、マンションなんかってガラスしかなくて雨戸ないですよね。物が飛んできてガラスが割れて飛散すると飛んでくる可能性がある。その場合はできるだけカーテンを閉めて、でもね、真ん中の方にいるとか、ガラスのないところに部屋に隠れるとかして、割れてもいいように、カーテン、これも一つのね、備えだと。うちのガラスはね、そんな割れないから、でもどんなの飛んでいくか分かりません。割れる可能性あるんでね、まずはね、自分で身を守る。人に言われるんじゃなくて自分で。で、今日やったね、防災訓練4つやりましたけど、やっぱりまずは何でもいいけど、自分を守ることが大切なんです。で、それから次の行動できます。で、防災の一歩目はね、自分自身を守る。で、それから次の行動です。それから協力することが大切なんです。またね、今日やったから、4回やったから、今日はこれでもう訓練終了したから、もう私は防災のね、ベテランだと思わない。防災は何回も何回も訓練してください、ね。今日みたいにね、団体じゃなくて、ご家族4人、5人で人も結構で入れますので、どんどん来られます。で、今日もらったカードありますよね。あのカード5枚集めますとね、賞状もらえます。ただし、今日はダメ。日付が違うやつ5枚。ね、今日やられて20代だから、はい、5枚集まったらダメもらえない。4枚日付が違うんですね。ちゃんとわかります。日付が違うやつ5枚集めると、賞状と粗品もらえます。で、本庄防災会だけありません。池袋あります。立川もあります。あと、博物館4つやります。その、どれでもいいけど、それを5枚集めると、賞状もらえます。期限がありません。10年、20年、30年、取っておいて結構でございますから、持ってきていただければ、賞状もらえます。皆さん、何度も何度もね、防災訓練してください。今日、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、忘れないようにお願いします。ありがとうございました。はい、じゃあ、お疲れ様です。